どうも、ポテトです。ということで、今回、って言っても動画が続いてると思うんだけど、オフタイムスリップ第3弾の契約書と能見さんの照合をやっていきたいと思います。で、能見さんの能力がこれなんだけど、狙う章がないです。ということで、普通に照合だけつけたいと思います。はい、僕医者もなしでね。いきまーす。来い。90万。まあ、いいでしょう。証拠ついただけでもね、なんか威圧感がすげえから。はい、ということで、ここから契約書開封です。ちゃっちゃといくよ。まず、ゴールドと A ランク混ぜていきます。A ランクは、そうだ、誰だっけな、欲しいの。まあでも、X ランク持った選手なら OK。これ大丈夫だよね。よし、行きまーす。まあ、S は出ないかな。お？ああ、そっか、A ランクは混ざってるのか。来い、燃えろ、燃えろ、青く、青く。マジかー。割れろー。ああ、ですよね。はい。ディクソン。ガンケルか。あ、待って。A ランクそんないっぱいあったっけ？はい、ということで。あ、やっぱりね、ゴールドからも1枚出てるわ。ということで、問題はこれです。S ランク。まあ、矢野監督が狙いだけど、まあ、引こうか。引こう。頼むぞ、いいの来てくれ。矢野監督以外は狙ってないです。まあ、もう隠さないけどね。誰だ？来い！なんか予想通りすぎる！ということで、今日はここまでかな。さよなら。奇跡を運ぶ風の